朝今日は誰も彼もがお前に祝福を告げようと待っている皆のもとへふん。ふん。分かったお前が望むならば誰よりも先に私が告げよう誕生日おめでとう あんたが言うなら敵兵の剣の前に首を差し出せる。中央で一番高い塔から飛び降りられる。そうだよ。俺もあんたと同じさ。約束と同じくらい、信じられる人がこの世に生まれてくれた日に。アーサー・グランベルが生まれた日に祝福を。 アーサー様の誕生日をお祝いして、今夜はパジャマパーティーです。僕はカインと相談して、皆さんの寝巻きを集める係になりました。カナリアを手伝いながら、ふわふわに洗濯して、最後にはお揃いの香りをつけて、良い香りに包まれながら、早くたくさんおしゃべりしたいですね。おめでとう、アーサー。今日は、 そなたが幼い頃の誕生日パーティーを再現してやろう。クリームたっぷりのパンケーキに、具だくさんのシチュー。それからそれから、やっぱり欠かせないのはオズちゃんじゃ。さあ、今日は思う存分、甘えるとよいぞ。おめでとう、アーサー。オズも多少気が利くようになったが、そなたが幼い頃の誕生日祝いは、 木彫りの不気味な人形のようなこともあったな。幼子を扱い慣れぬあやつの振る舞いも、そなたは嬉しそうに受け取っておった。その笑顔に、我らは癒されたものじゃ。朝、今日はあなたの誕生日なんでしょうこんな日も公務とやらで忙しくしてるんですね。 今日くらいサボってもいいんじゃないですか一日仕事をしなかったくらいでどうこうなるなら、その程度の国ってことでしょう。ねえあんさ、王子様って孤独だし友達も少ないんだよね。かわいそうだから僕のケルベロスを紹介してあげる。噛んだり引っかいたりするけど、悪気はないから仲良くしてあげてね。 中央の王子の誕生日か。あいつはなかなか強い魔力を持ってるが、中央の気質らしく、まっすぐすぎるところがある。ああいうのを弟子にするのは、骨が折れそうだ。それこそ、気まぐれに世界を征服するような魔法使いくらいじゃないと、手に負えないかもな。アーサー。本棚を見渡しているが、何か探しているのか ふん。その本なら僕が持っているから、後で部屋から取ってこよう。もう内容は覚えているし、返さなくてもいい。気にするな。プレゼントと言えるような代物ではないが、今日は君の誕生日だからな。あーさ、誕生日おめでとう。ネロの買い出しについていったら。 中央の市場が活気づいてた。みんなが王子様の誕生日だって笑ってたの。あんたも顔出してきたらどうだアーサー様、お誕生日おめでとうございます。こんなことを言うのはおこがましいとは思いますが、人の上に立つ者の,の重圧や苦労は、俺も少しは理解しているつもりです。 俺なんかよりずっと大変だと思いますけど。息抜きしたいときはいつでも行ってくださいね。食堂がアーサーの誕生日パーティー会場になってるの見たかすげえ豪華に飾り付けされてるし、大量にプレゼントが積まれてるし。いかにアーサーが愛されてるかがわかるよな。あれだけ誠実なやつなんだ。そりゃ、 好きにもなれよアーサー様あなたのそばには良いお酒の飲み方を教えてくれる方がたくさんいらっしゃいますから時が来たら耳を傾けると良いでしょうですがたまにはハメを外したい気分の日もあるかもしれませんその時は私が 夜の明かし方を教えて差し上げましょう。アーサー、誕生日おめでとう。俺、アーサーとカードゲームしてみたいな。だって、自分以外の誰かを信じて約束をするなんて、簡単にできることじゃない。あの時クロエを信じた君は、きっと強いよ。 この前アーサーが俺にオススメの本を教えてくれたんだけど本当にすごく面白くって夢中で読んじゃっただからそのお礼に今日は開くとオーロラが浮かび上がる魔法仕掛けの絵本を用意したんだアーサー喜んでくれるといいなアーサー様 今夜は僕たちと愛してるゲームで遊びませんかもちろん、オズ様に怒られないよう真剣に。誕生日という記念すべき日を迎えた、聡明でお優しいアーサー様に、ふさわしい愛の言葉を送らせてください。誕生日おめでとう、アーサー。今日はオズに、 いろいろお願いしてみるといい。頭を撫でてくれとかさ。年に一度の特別な日なんだ。それくらいのわがままはきっと聞いてくれるよ。オルトニク、瀬戸間王子。<laughs> はあ、すごいスリルですね、アザ様。 ほうきで全速力で木に突っ込みながらギリギリで魔法を使って身を守る遊びなんて。でも、すっごく楽しい。もう一回もちろん、お誕生日さんのお心のままに。アーサー様のお誕生日ですね。あのお姿を見ていると、時々、 アレク様の面影を重ねてしまうことがあるのですが、アーサー様は、アーサー様なりのやり方で、この国をより良い方向へ導こうとしていらっしゃる。今は、その新たな時代を歩んでいることを忘れてはいけませんね。アーサー様、お誕生日おめでとうございます。この素敵な日を、 僕の光の魔法で彩ってもいいですか魔法者に来た時に、アーサー様が出していた光がとっても素敵だったので、いろんな人に協力してもらって、たくさん練習したんです。その成果をお見せします。現者様、夜更かしの準備はできてますか私はバッチリです。朝が来るまで。 カインたちとパジャマパーティーを開いていただけるなんて最高の誕生日になりました大きなベッドで跳ねたりくすぐりあいっこをしたりワクワクが止まりませんね賢者様が私のことを考えて作ってくださったなんてとても光栄です い食べるのがもったいないですね。